トレンサー 9GT にジビ b のタンクロックシステムを導入しましたのでそれのインプレッションをお伝えしたいと思いますタンクバッグの方は MT505 というものをチョイスしましたこちらはデイトナさんのホームページになります取り付けには別売のアタッチメントが必要と書かれてあります ジビのホームページを確認するとアタッチメントには BF23 というものが別途必要になることが分かりましたアタッチメントをトレーサー 9GT に取り付けます取り付けに関しては他の動画でも多く語られていることなので割愛したいと思います 赤丸で記しているこちらの3つのボルトを取り替えてつけるだけなんで誰でも簡単にできるかと思いますまたこちらのボルトなんですけどもネジロック剤とかそういったもの一切使用されておりませんでしたですんで簡単に外せることができるかと思いますでこのアタッチメントなんですけどもとてもイタリア人がデザインしたと思えないくらい ものになっておりますもう見ていただいて分かるかと思いますけども実際このデザインで僕も取り付けるかどうかすごく悩みましたでもデザインよりも便利さをとって取り付けることにしましたこちらのアタッチメントなんですけどもトレーサー 9GT 用になっているんですが タンクのキャップですねこちらを開けようとするとご覧のように引っかかってうまく開くことができませんちょっとコツが必要になりますこちらの動画を見ていただいてですね参考にしていただければと思いますアタッチメントについて喋ることそれぐらいかな 皆様の何らかのお役に立てれば幸いです続きましてバックの方を紹介したいかと思いますまずサイズ感なんですけどもご覧のようになっております全て寸法はデートナさんのホームページを参考にしております で、バックの天面なんですけどもこちらおそらく圧縮ウレタンだと思うんですが、えー、水はなかなか通しにくい素材になっているかと思いますで、写真の方は、えー、ショルダーベルトの方をつけたような状態になっているんですけどもこちらの方のバックル、えー、全て、えー、樹脂プラスチックでできている感じですで、留め金に関しては金属それ以外は樹脂 感じでですんでまあ、タンクを攻撃するものとしては、まあ、こちらの留め金だけになりますんで、まあ、比較的タンクには傷がつきにくいつかないじゃないですよつきにくい、えー、素材を選ばれてるかと思いますバックには電源コードを取り出せるホールが設けられているんですけども、えー、こちらの方、えー、中から見てみると穴が開いてません。 えー、自分で穴を開ける作業が必要になりますちなみに私はこの電源ホールを使う予定がなかったんで穴が開いてなかったことで逆に助かりました、まあ、使用する人は逆に自分で穴を開けないといけなくなりますんで、えー、注意してください電源コードホールの下にフックがついてます おそらく落下防止のケーブル類を取り付けるようなフックだと思うんですけどもこちらのバッグにはショルダーベルトは添付されてますけども落下防止用のケーブルエマージェンシーコードですねそういったものは付属されておりませんのでこちらのホール使用される方は別途そういったものが必要になるかと思いますちなみに私はショルダーベルトをハンドルに引っ掛けて使用しておりますバッグの裏面になります こちら取り付け位置ですね、まあ、ボルトで固定されておりまして位置をずらしたりとかそういったことはできない感じですバッグの中身を見てみましょうまず蓋の裏にファスナーがありましてこちらの方に私は免許証そういった薄手なものを入れておりますで バッグの方なんですけども、こちら二重底になってます。で、下の方にはレインカバーが入っております。このレインカバー、買ってから一度も使ったことないんで、もう買ったままの状態ですね。まあ、その状態で今も使用しております。また、カバンの両脇にも小さなポケットがあります。本当に小さなポケットで、 僕はここにマスクとキャッシュカード、ガソリンスタンドですね、その時使うキャッシュカードを入れております、それぐらいしか入りません反対側にも全く同じポケットがついております。 で中身の容量なんですけれども、まあ、はっきり言いましてほとんど入らないですもう財布と携帯入れる感じになりますね、まあ、映像の方はペットボトルを入れておりますんで、まあ、大体の容量の参考にしていただければと思います横から見たらこんな感じですねもうほとんどつらい位置になります 真上から見たた映像の方も入れておきいいと思いますトレーサー 9GT の場合でしたらこんな感じになります、まあ、乗車姿勢もほとんど直立姿勢になりますんでお腹にバックが当たることもありませんお腹が出てる人はまあ別なんですけども僕がこのバックを選んだ理由はただ一つなんですねそれはバックとハンドルが干渉しないもうこの一言につきます このサイズよりも大きなタンクバッグあるんですけれども、それらを選んじゃうと、ハンドルとタンクバッグが当たっちゃうんですね。で、操作の妨げになっちゃうんで、私はこちらのタンクバッグをチョイスしました。ご覧のように、小さなタンクバッグですんで、万人向けではありません。おすすめできる層があります。一つは、 ウェアのポケットに物を入れたくない人。そういった方におすすめです。二つ目はポーチとかウエストバッグ。そういったものを身につけたくない人。そんな方におすすめの商品かと思います。この動画が皆様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。